はい、今回はこちら。皆さん絶対あるでしょう、ペットボトル。これを使ったハニーエクササイズやってみたいと思います。なんかウェイトがなくてもお家だったら絶対これあるもんね。あります、あります、うんうん、で実際に自重っていうので十分なんですよ。あのどこの筋肉に自分がアプローチしたいかっていうのを意識してやるっていうのが一番大事なので、うん、あまりそんな負荷を考えなくてもいいんですけど、はい、でも今日はちょっとこのペットボトルを使ってやってみるっていうのを考えてみました。いいですね。じゃあちょっとやっぱりペットボトル使うと大体腕周りとかになるんですけど、うんうん、今日の動きはこういう、これ胸、ね、はい、猫背とかね。今ね、はい、スマホずっと見てるからどうしても肩が内側に入っちゃうのよね。姿勢をね正して、うん、これね、はい、あと皆さんすぐこういうことやるでしょ、はい、これをゆっくりね、ゆっくりね、ゆっくりね、はい、早くやればいいというわけではない、ね、ちょっとした負荷ですけど、これあるのとないのとじゃ違うね。そう、こうやってゆっくり、ゆっくり、はい、これ2個目、はい、そして次、やっぱり皆さんすぐに二度腕っていうので、せっかくペットボトル持ちましたから、これね、後ろにこう引くやつ、これ、あ、これ二度腕効きそう、はい、これはゆっくり、今日はね、基本ゆっくり、はい、意識をすごくこう自分でどこに効いてるのかっていうのを考えながらペットボトルをこう使ってやってみたいと思いますよ。丁寧にね、そうそう、うん、で、あともう一つは今度は上に上げて、これを後ろにこう下げるね、おお、これもゆっくり、はい、ゆっくり、結構効きますからね、これも、うん、これの4つを組み合わせてちょっとやってみましょうか、はい、ちゃんと締まってるかな、大丈夫、大丈夫ブワーみたいなはい、大丈夫だと思います、はい、です。では行ってみましょうか、はい、はい、ミュージックスタート。では行きます。最初の運動、はい、開きます。ゆっくり、2、3、4、5、地味ですけど、はい、今度上下、ゆっくり意識して、何でもないけど結構きついと思います。あ、これいい感じ、効いてきた、はい、では今度後ろに引きますよ、皆さん二の腕ね、ここしっかりと、はい、いきます。ちょっと前かがみになって、はい、二の腕意識する、はい、膝も曲げていいんですか、うん、いいですよ。どうですか、効いてますか。お、効いてるなっていうところが一番ポイントですからね。なんかこう何気にこうやってやっちゃう人いるんですけど、せっかくやるならしっかり1回を大事にしてね、丁寧にね、はい、はい、そしたら今度は上にボトルを持ってきて、はい、片方ずつゆっくりと、これも二の腕ですね、引きますよ。これから半袖が多いから、そうです、間に合うよ、間に合うよ、締めていこう、イエーイ。はい、では最初の、はい、胸、あ、これいい、開いて胸開くとね、息もこう深く呼吸できますね、はい、では地味な上げて下げて、はい、はい、こんな感じにペットボトルを使ってハニーエクササイズ頑張ってみてください。最後は楽しく、すごい、これが一番きついかも、これきついよ、いかがでしたか、みんな頑張った、すごいね、よくえできるの、それ本当、結構これきついですよ。はい、いかがでしたか、皆さんぜひやってみてくださいね、はい、それでは次回またお会いしましょう。せーの、ハニーエクササイズ。これもきつい、こうやってるだけで。さて今日はなんかめぐちゃんが面白いもの持ってきてくれました。そうそう、面白いというか、まあ以前出したこのゴリラスクワットという本なんですけれども、私たちほら筋肉貯金、筋肉貯金って、うんうん、要は将来自分の足でトイレに行きたいでしょっていうのをよく言ってるんですけど、じゃあ実際今
あなたどのくらいの筋量があると思いますか？ちょっとチェックしてみましょう、うん、ということで、うん、この本の中にあるチェック項目を今から言いますので、自分で思い当たるなって言ったら一つ二つとこうチェックしてってみてください。では行きます、はい、椅子に座った状態から右足で立ち上がれない。分かんない、やったことないから。じゃあやってみてくださいね、はい、これはもう次に行くの で、はい、で椅子に座った状態から左足で立ち上がれない。だから両足片方ずつなのでね、難しそう、はい、壁に後頭部、肩甲骨、お尻、かかとをつけてまっすぐ立ってない。次いきます、うん、座っているとき自然に足を組んでいることが多い。あ、それもイエス、はい、イエスイエスイエスはい、そして猫背になりやすい。猫背とよく言われる。あ、それはノー、はい、1日のうち1時間以上スマホ、PC を見ている。あ、イエスはい、次、階段を上り下りが億劫でエスカレーターやエレベーターをよく使う。ノー電車やバスの中ではたとえ短い距離の移動でも座ってしまう。イエスすぐもう席が開くとすぐさささささ座っちゃう。本当、はい、もう誰にも見られてないといいんだけどいつもも次、小さな段差につまずいて転ぶことがある。あるある肩こりになりやすい。うん、そうでもない。腰痛になりやすい。うん、イエス。普段の食事で肉や魚をあまり食べない。ノー。ダイエットの時に限らず炭水化物を控えている。うーん、ノーかな。ストレスをため込みやすい。ノー。以上15項目です。いくつチェックがつきましたか？はい、あ、これ何回往復したか忘れちゃった、ちょっとそこからしてもでもこれはもう5で、これが4で9個じゃないですか。これ6なんね、 6、うん、あ、じゃあ6個じゃないですか、チェックが、ね、ただ最初のあれはやってみないと分かんない。本当、うん、じゃあどうする？じゃあ片足で立てるかどうかやってみます。まずは右行きます。できたか。私はじゃあ、はい、イエスが5個でした。ということはですね、4つから10個っていうところにはまります。お、あなたの筋肉量は一体どのくらいか読みます、うん、はい、日常生活の中で腰痛が不安なんて感じることはありませんか？将来的に筋肉貯金が足りなくなってしまう恐れがあります。ゴリラスクワットを行って不安を解消しましょう。なるほど、スクワットしたりとかしてね、ちょっと筋量を増やした方がいいですね。電車で座っちゃいけないんだ座っちゃう、はい、ということで、ちなみにじゃあもっと数が多かった、あ、本当だ、もう足組んでる。もう私ダメなの、こうしてると腰が痛くなっちゃう。あ、うん、だってここに書いてありましたよ、はい、腰痛が不安、不安、ね、合ってるね、合ってます、うんうん、合ってます。あとはな例えばどんなこと、例えばじゃあもっと多い人、うん、11個から15個チェック項目がついちゃった人、この方はですね、うん、あなたの筋肉量はすでにかなり衰えているかも。でもご安心ください。生活スタイルを改善しゴリラスクワットを行えば筋肉量は増えますし、スタートする年齢は関係ありません。今すぐ始めましょう。やっぱりスクワットなんだね。まあ、ハニーエクササイズを私たちが簡単にやってますから、そこをやっていただければ OK だと思いますよ、うんうん、はい、そしてもし今まで、ゆうちゃんよりももっと1個から3個しかチェックがつかなかったっていう方はどのくらいかというと、今のところ普段の生活で衰えや
腰痛の不安を感じることは少ないでしょう、うん、でもちょっとしたきっかけで筋肉量が低下する兆候はあります。ゴリラスクワットで健康を維持しましょう、うん、ちなみにめぐちゃんはどのくらい？私は今のここです。あ、やっぱりそうなんだ。1個から3個なんです。1個から3個なんですよ。だからこういう本出したのね、はい、いやいやどうなんですかねどうなんですかねこの本はちなみに買えるんですか？一応あの渡辺めぐみゴリラスクワットと、うん、あの検索していただければ出てきます。はい、なるほど、はい、いいですね。これあのもう基本の木なので結構あのハニーエクササイズの中でいろいろやっていることも全部書いてあるので、うん、本当にあのちょっと体を動かすのが苦手だなとか、うん、あのどうやったらいいんだろうななんていう人にきっかけとしてはとてもいい本です、うん、でこれあのカバーがこうついてるんですけども、なんとこのカバーちょっと工夫していただきまして、この裏にですねこういうふうに一日こんなことやったらいいんじゃないっていうのがついています。あ、じゃあもうこれ壁にね、そう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 。なんかほら本だとあれどうだったっけこうだっけって思うので、まあ最低限こんなことやってくれたらいいですよっていうのが、うんうん、まあこんなふうにあの本のこういうカバーの裏についています。はい、ということで皆さん今日はよかったぜなんて思いましたらグッドボタンお願いします。はい、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。